国家資格キャリアコンサルタント試験試験対策講座の選び方面接編ということで私レックキャリアコンサルタント大森智美ですよろしくお願いしますはいそれではですね国家資格キャリアコンサルタント試験面接試験対策講座なんですけれどもこちら、えー、いろいろとコンテンツありますね、えー、まず一番上が一級技能士が教える 面接試験面接合格ウェブ道場というのがありまして、こちらだこちらがですねウェブで見れる講座になってます。で次がマンツーマンで合格を目指すロールプレイサポートっていうのはこちらはズームでねオンラインで受けるマンツーマンの講座になってます。あと下三つは通学ですね。経長からチェック面接合格講座一級技能士が教える面接合格講座。 繰り返し練習、面接、合格講座ということで、レックには五つありますね。レックのキャリコン養成講座なんですけども、まあ、今年で二十一周年なんですね。で資,格まあ、資格の試験合格のレックというのは、四十三年間にわたって、様々な資格の受験指導をしてきました。まあ、そのノウハウを生かして、キャリアコンサルタント国家資格対策試験対策講座を用意しております。 レックの国家資格キャリアコンサルタント試験対策講座なんですけれども、もまキャリアコンサルティング協議会向けの試験対策講座です講座の内容、特徴受講料などをご案内していきます。キャリアコンサルタントの試験のですね。まあ、難しい点というのはまあ、面接試験があることではないですかね？まあ、レックでは通信ウェブ講座あとオンラインですね。この zoom なんですけれども、使ってるのは Zoom 講座。あと通学講座とまあ、受講しやすい。 携帯を用意しておりますので、お話ししていきたいと思います。はい、まず、面接試験対策講座、こちらウェブオンラインということで。まあ、こういう感じですね。まあ、通信ウェブが一級技能士が教える面接合格講座ウェブ道場で。オンラインがマンツーマンで合格を目指すロールプレイスサポートとなっております。まあ、養成講座をね、受講、養成講座受講した方も。まあ、実務経験で受験される方も。 まずはですね、この一級技能士が教える面接合格ウェブ道場というのをのロールプレイのこう見本っていうんですかね、先生がやってます。先生がロールプレイやってますので、そちらを見てから、まあ、マンツーマンで合格を目指すロールプレイサポートでをオンライン、ズームで受講することをお勧めします。こちらはですね、まあ、全国どこからでもご自宅からあの受講できますのでお勧めになっております。あとですね、まあ、とはいえですね、通学。 面接試験は対面だしあのロールプレイを実施するので、まあ、結局こちら通学なんですけども実施本校実施日に限り,限りがあるんですけどもねこちら通学講座でだったら面接試験と同様に15分間ののロールプレイとと実体験ををすすることをお勧めします、まあ、上から順番受講されると完璧になるとは思いますけどもね、まあ、予算があると思いますしご自身のロールプレイのスキルによって選択されると良いと思います。 まあ一番上がですね経長からチェック面接合格講座ということなんですけどもあとは次こちらはですねえ次はですね一級技能士が教える面接合格講座で繰り返し練習面接合格講座っていうこちらはねレックの養成講座の受講生限定の講座になってます繰り返し練習はですねまあ最後こちらあのー、まあ軽長からチェックというのはカウンセリングスキルから見直せる見直すことができます。 で「一級か一級技能士を教える」っていうのは、まあ、キャリアコンサルタントを指導する、ね、スーパーバイザーの一級技能士から指導受けられる貴重な講座になってます。でレックの受講生はですね面接試験前の最終チェックに一番下の繰り返し練習っていうのを受けていただけるといいんじゃないかなと思います。では一個ずつちょっと詳細ですけどもまずは。 一級技能士が教える面接合格ウェブ道場というのがありましてねこちらはですね、えっと、ウェブの講座になってまして一級技能士の内藤先生内藤講師による国家資格試験対策に必要な試験の内容の理解あとカウンセリング技法カウンセリングに必要な知識の講義の後 コンサルタント役とクライアント役の模擬ロールプレイ口頭諮問を講師が面接官としてチェックしその後フィードバックを行っていますこれはウェブでもやってるところを見るって形ですねまあ、試験に出る学生、男性、女性と3つのパターンを網羅していますで講座時間は3時間ですで、受講料は一般もレックも同じ受講生も同じで1万円となっています これ一級技能士の内藤先生なんですけども、まあ、国家資格のキャリアコンサルタントの上位資格のキャリアコンサルティング2級、まあ、一級技能士検定対策講座を担当されるほか書籍も多数出版している講師なんですね。で実,実務実技試験の面接ロールプレイとはどのようなものなのか知りたい方におすすめの講座です。こちらなんですけどね、まあ、面接試験の構成と評価部の理解から キャリアコンサルティングの進め方といったロールプレイの基本的な概要に加えてロールプレイの展開に必要なテクニックを学べますね。レック養成講座の講師が筑後記録をもとにですねコンサルタント役講師がまあクライエント役にもなって3つのパターンを演じています、えー、内藤講師がですね試験官となって口頭諮問の解説ロールプレイで陥りがちな9つのパターンアプローチポイントを説明します。 まあ、通信ウェブですのでね、全国どこからでもあの受講が可能となっていますので、ぜひ見ていただければと思います。まあ、通学講座にもですね、あの一級技能士が教える面接合格講座っていうのがあるんですけども、あの通信ウェブと通学の講義の内容は概ね概ね一緒です。内藤先生作ってますよね。まあ、通信はですね、パワーポイントで説明してるんですけども、まあ、通学はワードのレジュメにしているっていうぐらいまあ、その辺の違いがあります。 あとですね、通信ウェブの講座は3つの遅刻記録をもとに面接の、ね、やってる動画を見ていただいてケースの解説をしていますけども通学講座では個別のロールプレイの癖や課題を一級技能士からフィードバックいただけます。もらえることがあります。できますのでね。だからロールプレイはですね、結構体験できるっていうのがね、大きな違いになってます。はい。では次ですね。 ロールプレイサポートっていうのがね、オンライン講座になってまして、講義内容が、まあ、ご自宅からですね、ズームで面接のトレーニングができます。まあ、実技、まあロールプレイ演習の機会が十分になく、まあ試験の機会があ十分になくって試験を不安に思っている方におすすめです。まあクライアント役をですね、講師が担当します。でマンツーマンだ、あの。 受講生の方はコンサルタントの役ですね。マンツーマンのロールプレイにより、しっかりトレーニングができます。ロールプレイ踏まえたフィードバックを受け、自身の改善点を把握することができます。講義時間は一回一時間ということですね。受講料は一般価格一万円。レックの受講生は八千円ということになっています。お申し込みの前にですね。 必ずののの接続確認をのテストといいうところありますのでお願いしますす。で、お願しロールプレイサポートのホームページっていうのはこちら REC のです、ね、ホームページ上にあの日程と先生の担当講師がスケジュールがですねあの掲載されていますので実施管理本校にまず空きを確認していただいてからこちら予約制になってますのでオンラインショップであの予約することができなくて本校にまず空いてるかどうか。 を確認してから、もう申し込みいただきます。申し払いはですね、あのオンライン、オンラインでできますのでね。カード決済できますので。こちらの講座はですね、あの、まあ、受験申請してから、まあ、試験までの間、結構長く空いてますよね、二ヶ月ぐらいですかね。まあロール、ロールプレイの練習ができない状況、で、まあ、不安に思っている方におすすめの講座になっています。まあ、自宅から、まあ、オンラインでね、あの講師と。 マンツーマンでロールプレイを行って、まあ、フィードバックを受けることができるのでねどこが自分がちょっと弱いのかなっていうところがよくわかると思います、まあ、ロールプレイの練習ではですねやっぱりクライアント役は重要ですよねこの講座では講師がクライアント役を担いますのであのとても良いと思います、まあ、受講生同士とか友人同士でですね練習してもなかなかねお互いこう褒め合ってしまって終了してしまうことなんかあると思うんですけど まあ、自身の改善点をね。把握することがとってもそのだと難しいところがあると思うんですが、まあ、この講座ではですね。マンツーマンでですね。講師のからの的確なフィードバックを受け,ら受けることができますので、まあ、改善点をね。把握することができます。まあ、担当講師からのメッセージっていうのもね。あのこちらロールプレイサポートのホームページに掲載されていますので、あ、この先生はこういう感じなんだなっていうのはよくわかると思いますので、ぜひね。ホームページ見ていただければなと思います。 では、続きまして。今度は慶長からチェック面接合格講座、こちら通学ということで先生いっぱい載せてますけど、えー、国家試験ではですね。あの傾聴っていうのはしっかりとできているかどうか合、合否合否の大きなポイントなんですね。で、この講座ではですね。傾聴って何具体的には何をすればいいの？まあ、頭で分かっているけど、実践はできない。などの悩みに対してお答えします。っていう講座で、まあ、講座時間が。 1>, 1日まあ、1日ですね7時間やりますみっちり朝から夕方までねでこれは講義と演習時間プラスあの入ってますのでで定員は各クラス12名ということでこちら通学講座ねこっから通学になってますけどもこの講座からね最小最高人数決まってますのでこれに満たないと不開講になってしまいますまあだいたい開講してますけどもねえっ、ー、と上限は12名ということでやってます で、受講料は一般が1万5千0レックの受講生1万2千円ということでね。まあ、講師いっぱい載せてますけど、あの各本校でね。あのやって実施している学校がありますので、そちらと問い合わせていただければと思いますけどもまあ、先生はですね。予告のある、ちょっと予告なく変更になることもありますのでご注意ください。まあ、気持ちの受け止め方っていうんですかね。傾聴まあ、クライアントが発する状況とか、事実とか、まあ、気持ちの中からの気持ちの開いた拾いか。拾い方 気持ちに対する応答の仕方話の重要部分の深掘りの方法がわからないっていう方あとはですねクライアントにね気づかせようとして誘導してしまったりしてしまう方あとはこう一方的にちょっとアドバイスしてしまうみたいなねそういう方あとは口頭指問の受け答えがね方がわからないっていう方におすすめなんですねこの講座は。 すごいあの1グループ、まあ、3名から4名ですかねにつき講師が1名入りますので、まあ、フィードバックの時間というのをねあのしっかり多めに取りますですので、まあ、コンサルタント役としての練習は2回なんですけれども、まあ他の受講生の方のフィードバックに参考になるのでこちらゆっくりとねじっくりとあの自分のロールプレイ見,見直したい方はこちらおすすめになっております。はい、次ですね 次は一級技能士が教える面接合格講座なんです通学ですねこちらもこちらは先ほどちょっとあのウェブでありましたけど同じ内藤先生ですねキャリアコンサルティング協育会の実技面接試験で求められるスキルを身につけることができますまあ、キャリアコンサルティングの進め方カウンセリング技法を振り返りロールプレイ口頭指問の練習により面接力を高めます ま一級技能士からの実践的なトレーニングと的確なフィードバックにより試験に向けて自身の課題を明確にできます。講座時間は7時間ですね。講義プラス演習です。で、定員が各クラス9名となってまして、まあ、最小最高人数は6名ですけども、結構少なめであのや,やりますね。少数制でやってます。で、受講料はレックの受講生は16,000円で一 一般の方は2万円ちょっと先ほどと逆になっちゃいましたけど一般の方は2万円ってちょっとお高めになってます。で先生一級技能士の先生ねレッグいっぱいいますので、うんまあ、いっぱいといってもそうでもないあの結構日本で一級技能士をお持ちの先生ってまだまあ500人に満たってないんですよね。なんか少なないでですす級級技能士あの合格率も数パーセントなんですね一級は 国家資格の方はね、あの両方一発で合格される方最初まあ、50%以上ということで、二級に受かる方は実技がやっぱりね合格率が13%とか15%とかですので、ね、で一級は数という形になってますので、結構あの狭き門ですね一級。ま一、あ、級技能士っていうのはキャリアコンサルタントを指導するスーパーバイザーです。個人への相談支援を高い水準で的確に行う。 キャリアコンサルティング能力を有していて組織への働きかけや関係者との連携などのコーディネート能力が求められてキャリアコンサルタントからの相談に対して不安を解消し気づき成長を促すような指導アドバイスができるレベルっていうことでキャリアコンンサルルタント指導すするレベルですからねそういう先生方がやってくれてます。養成講座で練習したものの 講師から、ね、直接フィードバックをもらう機会が少なかったとか自信が持てなない方ににおすすすめの講座になってますクライアントの,、ね、あの不安を解消するのがキャリアコンサルタントなんですけども受験者である、ね、皆さんが自身のスキルに不安を抱えているとその不安がですねクライアントに伝わって安心して相談することができなくなっちゃうんですね。 なので自身の課題を明確にすることで面接試験でクライアントに自信を持って接することができるようになりますまあ少人数制ですのでねで実施するので講師から必ずフィードバックをもらうことができますということでこちら一級ですねはいでは次ですね次はですね繰り返し練習面接合格講座通学という講座ですけどもこちらの講座はえっ、ー、と 1>, 1グループにね、まあ、1名1グループでも3から4名ですねに1名講師がつく少人数の講座で徹底的に繰り返ししトレーニングをを行い合格を目指します講師からのフィードバックを受け傾聴力非言語言語関わり方を深めていき面接の評価区分である態度、まあ、関係構築を高めて展開具体的方策 自己評価、問題把握は口頭質問で的確に答えられるようサポートし、合格に近づけますということですね。こちらは1日3.5時間。まあ、こちらほとんどもうあの最初に10分か15分ぐらいはちょっとポイント的に講座あるんですけども、あとは全部演習にの時間になります。で、各クラス6名が定員ですね。最小最高人数は3名ということです。 で受講料はレックス限定ですのでね、もうレックス限定で1枚です。お申し込みの際に受講資格を確認させていただきます。ということでこちら繰り返し練習ということでね、あのだいたい夜間平日夜間とかに実施していることが多いですけども、まあ、この講座はですねレックのキャリコン養成講座まあ、受講生限定で実施しているもう本当あの養成講座のねやっぱり同じクラスのねあの受講生同士で集まって練習しているものの。 まあ最後はねちょっと講師に見てもらいたいっていう方とかにおすすめの講座ですね。両、ま、性、あ、講座のロールプレイ練習と同様にですねあの受講生同士3名1組でロールプレイを実施していただいて、まあ、1グループにつき1名講師が入るということになってましてフィードバックを行います、まあ、3.5時間で2回転するのであの短い時間なんですけども、まあ、効率的に練習することができます。 コンサルタント役2回体験できるということですね。特に面接試験の評価区分ですね。態度展開、自己評価を意識して合格に近づけるサポートをして,していきます。はい。では次ですね。最後にえーとこれ以上になりますけども。お問い合わせ先。えー、お申し込みお問い合わせにつきましては、レック各本校ですね。あと、レックコールセンターということでお願いします。 あの養成講座までですね、あの終了後試験まで間が空いてしまうので、まあ力を落とさないように、さらに合格を確実にするためにレックの試験対策講座をご,ご活用いただければと思います。まあ試験に対するお問い合わせはキャリアコンサルティング協議会国家資格キャリアコンサルタント試験センターまでご連絡ください。はい、今回面接試験対策講座はねたくさんあのー。 ありましたけれども通信とオンラインと通学とありますので皆さんねこのご自身のスキルアップって言いますかねそちらに応じてあの受けていただければいいかなと思いますはいじゃあこれで以上になりますありがとうございました